順州から1926年4月24日は大韓帝国第2代皇帝。最後の大韓帝国皇帝。韓国併合後は王族の称号を与えられて利王と称された。聖割、名は字は君国、号は政権四号は文音、船や厚人誠高高皇帝。在位時の年号をとって、 竜広氏皇帝と呼ぶこともある。先帝皇宗の長男。母は、秋成皇后秉氏正室に、純明皇皇后秉氏皇室に、純沙高沙皇后院氏がいたが、怖いなかった。同治十三年に生まれ、翌同治十四年に、母の秉費の政略により、真からの承認を受け、王政士として作法された。皇書八年に、 微氏と婚礼の儀を挙げている。三つ武元年、定性になったのに伴ってその称号は、皇太子と解消された。後部二年、読者事件では一時人事不正の重滞になった。後部十一年七月二十日、皇僧が、ハーグミッシュ事件により、日本の意を受けた、李寛陽らに迫られて上位したため、直ちに即位したが、日本の支配下にあって、 名目上の皇帝に過ぎなかった。順州には子がなかったため、皇太子には異母帝の英神王が削立された。7月24日、第3次日韓協約によって、日本は韓国党官府の機能を強化し、国政への干渉をはじめ立法権、司法権などに干渉できるようにした。8月1日には、韓国軍は解散になり、皇帝を護衛する。 この弥ゆ兵隊及び、この駅兵隊に再編成された。これに不満を抱く軍人たちから、義兵運動に身を投じる者が増え、民族独立派の義兵闘争が活発化した。劉広3年に入ると、日韓併合の動きが強まり、李寛洋総理は、一進会などの新日派勢力の後押しを受けて、日本政府との間で、韓国併合の話を進め、 龍博氏4年8月22日、日韓併合条約を調印。8月29日に、両国皇帝の最下をもって条約は発行して、大韓帝国は滅亡し、日本の朝鮮総督府の統治下に入った。併合後の李は、慶城府の聖徳宮に住み、王族として、李王と称された。大正6年6月には日本を、訪問、10年前に奉還した。 大正天皇に越見する形式で再開している。大正15年4月25日、52歳で皇居。日本の王皇族聖徳宮、李王として6月10日に、朝鮮王朝の伝統に則っ,って国葬が取り行われた。国葬日には6.10満載運動も起こったが、3.1独立運動の規模には及ばなかった。五両は、広史両である。 ちなみに、当時の王室医師だったホレース・ニュートン・アレンや、王家一家と交流のあったイザベラ・バードが残した、記録によると、軽い知的障害があったとされている。順州の親類、近親、祖先の詳細、原形不規略利子朝鮮後期系図。ありがとうございます。